モニカラジオ。皆さんおつもに、霧ヶ谷東海役の菅田ひなです。皆さんおつもに、広町七海役西尾優香です。この番組は私たち2人が番組を通して様々な企画にチャレンジしながらバンドとしての絆を結んでいき、輝く景色にたどり着くために成長していく番組です。はい、はい、ということで、うん、今回は水曜日の17時にお引越ししてきたモニラジとなっております。はい、みんな帰宅中とか、これ2回目ですよね、でもね、うん、そう、でもまあ聞こうや、うん、聞こうや今何してる、うん、見れないけどね、聞いてもね。そうそう、いや学校とかの子は、うん、まあ部活の時間か帰ってきたぐらいかな、うん、そうだね、放課後特になければ家帰ってる、そうだね、会社の人は帰ってる途中とかかもしれないですね、電車の中とか、うん、か7時定時のところはまだやってるかなみたいな。お疲れ様です、ね、お疲れ様ですで大学生だったらまだワンチャンね、授業終わってないから、あそうだよね、今聞いてるのかな、かみたいなね、バイト中か何かだよね、うん、うんうんうん、え、うちらが学生の時はこの時間何してた？私は高校生の時は、うんうんうん、まあ、ゲーセンにいた。おお、遊んでるね。めっちゃ、いや一人でね。一人で、そう、音ゲーやって、なんか競馬のメダルゲーやって遊んだ。すごいな、一人でゲームセンター行くのね。で、なんか部活終わった友達を待ってる、一、うんうん、人、で部活の日数少ないとこ入ってたから、ほう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 、一人で遊んで待ってた。すごい、うん、なんか何してた？私は中学校の時は部活だったし、はい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 、高校の時は家に帰ってて、うん、あ、今からちょっとバンドリーっぽいこと言うからちょっとよく聞いといて、なんだなんだ、家に帰っといて、で一人で家でギターをずっと弾いてた、アコギをずっと弾いてた、お3時間ぐらい、結構長い、そう、5時ぐらいから晩ご飯が始まる、8時ぐらいまで、うん、そう、ずっと一人で弾いてた、そういう高校生だった。大学の時はバイトしてた。あー、うん、いいね、そう、結構いいでしょ、今のバンドリっぽいでしょ、うん、ぽいえー、なんだろう、うん、楽器か放課後、うん、うん、中学生まではまあバイオリンやってたけどねって感じかな。高校ではカラオケかな。おーおー、はい、はい、ということで皆さんもね、今何をしているのかハッシュタグモニラジオをつけてぜひ実況してください。よろしくお願いします。お願いします。それでは始めていきましょう。バンドリーガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオ、今回もスタート。この番組はバンドリーガールズバンドパーティーの提供でお送りします。改めまして、菅田ひなです。西尾優香です。では皆さんから届いたメールを紹介していきます。はい、ラジオネームチャさん、ありがとう、ありがとうございます。菅田さん、西尾さん、おつまに、おつまに、私事ですが、この度カレーライスを作ることができました。おー、すごいよ、うん、素晴らしい。2、3年前にカレーライスをスープカレーにしてしまってからは料理をずっと避けていたのですが、うん、ゴールデンウィークにリベンジしてみたら普通に作れてしまい、ただただ感激でした、うん、ちょっと料理のモチベーションも上がったのでまた何かを作ってみたいのですが、次に作るとしたらちょうどいい難易度の料理って何でしょうか、うん、ぜひお二人のイメージを教えてください。なるほど、はい、おめでとう。まずさ、カレーライスを、うんうんうん、ちょっと緩めに作ったらスープカレーになるの？なんか知らん、作り方は一緒なんかな、あれじゃない、なんか水の量間違えたんじゃない、あーそういうことか、でドル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 みたいななっちゃったってことじゃない、なるほどね、説明書箱に書いてあるけどね確かに私でも作れたなとか思ったけど水何ミリ入れましょうねみたいな ね、うん、ね、あるよね、でもね、リベンジできたからそれは素晴らしいことですよ、成長成長成長、うん、次に何を作るかってところですね、うん、いやー、まあ最近の私のツイッター見てくれてる人はわかるけど、まあロールキャベツとかいいんちゃいます、あうなんかロールキャベツってなんか聞くだけで、ね、なんだろう、女性らしさみたいなのあるよね、なんか、うん、料理できそうみたいな感じするじゃん、ある、意外とね、私でも疲れた、そうなんだ、そうなの、なるほどね、なんか、うん、お肉こねこねして、うん、なんか玉ねぎとか人参とか入れてこねこねして、キャベツくるくるってクッて巻いてドンってやって煮込んだだけだった、あ、うん、そう、じゃあハンバーグ、煮込みハンバーグにキャベツ巻いた版ってこと？
ハンバーグの材料が知らないからあれだけど、なんか大体一緒そうじゃない？うんうん、なんかそんな感じだった。しかも中身をこねるとき、中身を詰めるときか、なんかね丸い形にしたから、なんかそこはハンバーグの感じがした。あそう、こうやってやってそれをキャベツでこうぐるぐるぐるっと巻いて、え、あれってさペロンって剥がれてこないの？なんかね爪楊枝で止めるとか書いてあったんだけど、私の家爪楊枝なくて、でもそのままなんかこうキュッて巻いたところを下にしておいてやったら意外と崩れなくて、なるほど、ね、全然上手にできた、めっちゃ美味しかった。お作ってみ、意外と作れる、まあ、そのレシピわかんないですけどあれよ、 Google 検索して味付けはほんと簡単だった、塩コショウとコンソメサラダできた、それだけ。じゃあね、調べてぜひやってみてください。食ってねー。はい、では次行きましょう。はい、ジャックさんありがとうございます。ありがとう。ゲーム内のライブ選択画面でトーコが準備 OK、 いつでも、あれ私のピックどこというセリフがありますね。そこでふと疑問に思ったのですが、はいはい、お二人は自宅での練習やリハーサルの時などでトーコのようにピックをなくしてしまったことはありますか？うん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 、またその後見つけることはできましたか？よければ教えてください。はい、教えてあげよう、うん、およくある、うん、よくあるよくあ る, よくある、うん、たまにある。ほんと、いつもねピックなくなる現象って絶対怪奇現象だよって言って、うん、あれさっきまで弾いてたんだけどなあれみたいな、すごい怒ってる。で結局どこにあるの？結局だいたい譜面台かテーブルの上だね。あー、まあそうだよね。か最悪、うん、本当にバカな時はあのギターのここにピュって刺してる。あ自分が弾き終わって弦にピッて刺してるのに、あれないないないとか言って、あったみたいなお恥ずかしいみたいななるほどね、ことはある、うん、なんか私だいたい譜面台さ、なんかこう見るとこあってちょっとこうなってるじゃん、うん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 、でここの見えるようにこう置いてるんだけど、はいはい、ペタってなってる時あるんで、下の床の方に、うんうんうん、でそうするとあれどこどこって、あ、ありましたすいませんみたいなしかもさ、モニカのピックって黒じゃん、うん、あ、そうそうそう、赤とかじゃなくて、だからね譜面台も黒だから意外と見つかりにくいんだよね。うん、そうなんです、いたのねみたいな。そうそうそう、うん、ありますよく、ある、よくなくなるねって、私もギターの先生と怪奇現象起きるよねって言ってなくなりがち、なくなりがちなピックでした。はい、ではお次いきます、うん、ラジオネームキックさん、ありがとう、ありがとうございます。おひなさま、おゆちゃん、おつまにおつまに、おつまに。僕は学校でもバスでもご飯を食べに行く時でも必ず前方のドアに近いところに陣取ります、うん、そうしないと落ち着かないんですよね、うんうんうん、お二人は自分の定位置ってありますか？うん、なるほど、ね、ドアに近いところね。でもあるよねそういうの、好きな場所みたいな、うん、なんかね端っこが好き。わかる。とりあえず片方は壁で、壁がいいよね、うん、私あわよくばこういうさ、こう90度みたいな、ここ、あー、はい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 、隅っこ暮らしみたいな、いい、そうそう、まさにその通り隅っこ暮らし、うん、そう本当にそこが結構好きで、うん、あのでもさ、そういうところさ、一人だけキュッているとさ、うん、なんか一人だけどうしたみたいなさ、しかも安心する座り方が体操座りとかだったりするの、まさになんかズーンみたいな感じ。そう、でも別に落ち込んでないからねみたいなここが落ち着くんだよとか思うんだから、好きなだけ。そう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 、わかる、めっちゃわかるわ。だよね、ね、だから逆に真ん中とか座ってる人どういう心境なんだろうね。そうだ、なんかさ、高校とか中学とか小学生もそうだけどさ、うんうん、くじ引きとかでさ席、うん、決めるじゃん、席順みたいな、あれでもう端っことか一番後ろとか取れた日にはね、ガッツポーズだよね。いや嬉しいよね、うん、あのしかもさ、廊下側じゃなくて窓側のさ一番後ろの角っこ、はい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 、最強説じゃなかった？あれは最高、うめえ、うん、大好きだった、最高あれは。そう、あ、席替えとか超楽しかったよね。あったな、うわやりたーい席替えたーいみたいな、月1やって2分の1しかないけどそうじゃないんだよ、40分の1の確率でドキドキしたいんだよそう、うわ懐かしい、青春だな、 あったな、いいな。はい、ということで本日の紹介は以上となります、うん、皆さんからの投稿まだまだお待ちしてます。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオ、絆で乗り越えろ、モルフォニカチャレンジ。私たちがさらに成長していくためにチャレンジ企画に2人で挑戦をし、クリアを目指していきます。今回の挑戦はこちらです。料理連想チャレンジ。よっよっ、
い、はい、ルールの説明です、はい、お題として3つの食材が出されます。その食材で作れる料理を連想して答えていきます。なるほど。同じ料理名を出すことができれば正解となります。同じやつをね言わないといけないのがまたまた難しいところですよ。そうなのよ。で半分以上正解でチャレンジ成功となります。わかりました。ねえ、なんかさ料理しないからさ、うん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 、材料だこの例えばだけどハンバーグは何で作られているんだみたいな。そうそうそう、肉なのは分かるけど、うん、肉と玉ねぎとなんだみたいな感じだから不安。そこも分かんないのにもかかわらず合わせないといけないからね、うん、答えたりだけじゃないからね。そうなのよ。それがね結構2人にとっては難しいかなと思います。はい、はい、やっていきましょう。 お題はこちら。牛乳、卵、玉ねぎあ、じゃあ牛肉牛肉牛肉、卵、玉ねぎ。牛肉？おお、これあれじゃないの？玉ねぎ。でもさ、それこそさ、うん、さっきの話で出てきた感じだよね。うん、じゃないの？きっと、うん、だよね。うん、と思うよ。じゃあせーので言おうね。うん、じゃあ行きますよ。せーの、ハンバーグ。答えは？イエーイ！ピンポンピンポンピンポン。すごい。卵ね。そうだ、うんうん、言われてみれば卵を入れてたハンバーグに。そうだ、ロールキャベツには入れてなかった。ね、あ、なかったんだ。なかった。え、じゃあどうやってギュッてすんの？ね、肉のネバネバだけ、肉と玉ねぎと牛乳をちょっと入れた、うん、あ、なるほどね。で、キュッてやってたらなんかいけた。でもやっぱ牛さんパワーなんだね。ね、牛でいったよ。そうなんだ。すごいいい感じ、幸先。はい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 。じゃあじゃんじゃん行きましょう。続いてこちら。豚肉、じゃがいも、玉ねぎ。これはさ、あれでしょ。じゃがいも豚肉、じゃがいもがメインのやつじゃないの？じゃがいもがメインで、ホクホクみたいな、ホクホクする豚肉と玉ねぎ、あ、違うホクホクしてる芋と、芋と豚と玉ねぎ、豚肉と玉ねぎ。え、そんなんある？あるよ、あるよ。芋、なんか、うん、よくある彼女が彼氏に作る料理、うん、ナンバー3ぐらいに入ってるやつ。 あれなんかピンときたピンときたよ、多分。言い過ぎ？ここまで言ったらダメなんだ。分かっちゃったね。じゃあ答えよ。はい、せーの、肉じゃがー。めっちゃ言い過ぎるんだけどみたいな顔をスタッフさんにされております。ここまでだとダメなんだ ね。しかもさっき1問目の時忘れてたけど、正解はって聞いちゃったけど、2人が合ってたら正解だ。あ、そっかそっかそっか、なるほどね。ね、なるほどね。ちょっと言い過ぎみたい。次はもう少し優しめのすり合わせにしたいと思います、うん、はい、では次こちら。豚肉、ニンニク、ニラ。え、ニンニク、ニンニクとニラ、ニラって言ってる？え、ニラ、ニラいる？ニラ？豚肉？あ、ピンポンピンポン。あ、これ分かった分かった分かった。あれだよね、豚肉とニラとニンニク。ニンニク、そう、なんかまあこれニンニクとニラってさ、やっぱ食べたらさ、うん、次の日とか気にするよね。うん、臭いじゃん。はいはいはい、そう、これぐらいまでしか多分言ったらダメなんだよ。あ、私は分かった。これもね、私最近作ったから。あ、すごい。そう、作れそうなもの。作ったから。作れそうなものから分かったわ。ひなが作れそうなもの。やっぱり料理作るって大事なんだな、うん、モニラジにおいて料理作るって大事だわ。やんなきゃ。はい、よし、じゃあこれにしよう、うん、はい、せーの、餃子。豚のステーキ。なんて言った？豚のステーキ。ピンポイントやな。なんかニラとニンニクは添え合わせみたいな感じですけど。そんな感じ、そんな感じ。え、一応正解は私？あ、餃子でした。餃子は正解。そっか、あれ、これにキャベツ入れて、うん、こう包むと餃子ですよ。そっか、ニラ、ニラなんか緑のさ、うん、このなんか5センチぐらいのやつ、あーね、あれのイメージが強すぎて、はいはいはい、もう盛り付けるしかなかったよ。そう、なるほどね。おー、いい感じ、うん、じゃ次いきますか。はい、次ででん。じゃがいも、人参、きゅうり。きゅうり、何でも作れそう。じゃがいもと人参ときゅうり。あ、分かった分かった。うわ、私今日冴えてる。お、ふう、行きますか。あ、すごい分かったの、うん、私ね、もうね、一発でピンときたやつあったから。すごい、するなんだこのさ。はい、じゃあせーの、ポテトサラダ。あ、え、私ですよね。えー、ポテトサラダですよね。ちょっと待って、ポー
豆腐。キュウリだよ。え、キュウリだよ。キュウリ入ってた？キュウリって書いてあったよ。え、ありました。え、私キュウリってさっき言った？言ったよ。言ってなんだと思ったの？え、じゃがいも、人参、玉ねぎだと思った。キュウリか。キュウリだよ。で、じゃがいも、人参、キュウリで何が作れる？だからポテトサラダやって。あー、出てこないわ。うわー、だキュウリがポイントなんですよ。うん。うわー、そっか、ポテサラ食べないもんな。すごい強い。今日強い。作らないだけじゃない、食べないから。まあまあ確かに食べてないな。うん、じゃあ次行きましょう。ほい。エビ、ニンニク、玉ねぎ。エビ、ニンニク、玉ねぎ。ニンニク、あ、これだ。エビ、ニンニク、玉ねぎ。うんうんうん。玉ねぎとエビ、ニンニク、ニンニク、玉ねぎ。玉ねぎ入ってるやつもある。うんうん。おゆちゃんは一向にすり合わせをしてこようという意識が感じられない。一択しかないんだよ。自分の中で一択しかない。あ、なるほど。エビ、ニンニク、玉ねぎね。うん、私的な基準で言うと健康、うん、健康、うん、健康。私の言う健康は糖質が少ない。知るかよ。よっしゃ、行こう。糖質が少ないと食物繊維が取れそう。わかりました。はい、はい、せーの、エビチリ。エビチリ、エビチリ、アヒージョ。おしゃれですね。まあ、確かに確かに、うん、あれさえあればアヒージョもできる。確かに確かに確かに。私は分からんかった。これ本来何が正解で出した問題なんですか？うん、あ、エビチリ。エビチリ。私の方が合ってんじゃん。エビチリ、エビチリ。さも私の方が正解よみたいな顔されてますけど、私でしたよ。惑わされましたわ。エビチリ、エビチリ、まあ、いいか。作り方わかんないなと思って。やば、おゆちゃん壊滅だよ。はい、じゃあ次、じゃがいも、チーズ、小麦粉。小麦粉ってのがポイントっぽいね。じゃがいも、チーズ、じゃがいも、チーズ、小麦粉。じゃがいも、小麦粉。なんだろうな。じゃがいも、チーズ、じゃがいも、チーズ、小麦粉。絶対違うのしか出てこない。あの料理名がね、わからない。なんかじゃがいも、小麦粉、チーズ、うん、なんかあれができそうな気がするんだけど、どれが主体だ。じゃがいもが主体、小麦粉が主体、じゃがいもが主体な気がする。じゃあじゃがいも主体で考えよう。じゃがいも主体、なんかどっかの郷土料理。郷土料理？ハードル高くない？詳しくないよ。ダメだ、わかんないや。まあ、とりあえず言ってみる。じゃあ、あれで作れるものはとりあえず言う。わ、うん、かった、うん、じゃあいきましょう。はい、せーの、なんかポテトの丸いやつのグッてみたいな。料理名出てこなくってさ。なんて言った。あ、ポテチのチーズ味。ポテチのチーズ味、うん、おー、できるやん。なるほど。私はなんかさ、それこそサイゼリヤとかに行ったらあるような、うん、なんかじゃがいもをこう潰して、うん、小麦粉混ぜてチーズ混ぜてそれをオーブンでチンみたいな焼いたやつみたいな。イタリアの郷土料理かな、なんかその辺のやつ。フォカッチャ。サパン。サパン。あ、違う。ちょっとこれ正解だ。なんだったんだろう。グラタンかシチュー。あー、確かに。確かに確かに、グラタンかシチューか。なるほど、ちょっと難しかったですね、うん、ほらさすがに。私グラタンやばいやつしか作ったことなくて、いやなんかね、うん、高校の時にね、はい、違うんで、ちゃんとレシピ通り作ったのよ。はいはいはい、クッキング部っていう名前の部活に入ってたのね。おお、そう、おお、そうだったの。の幽霊部員なんだけど。幽霊部員なんだけどね。衝撃的事実で、まあまあ、部活内容としてはクックパッドに載ってるレシピを1個持ってきて、はい、部長がね、はい、それをみんなで作ろうみたいなことをしてるんだけど、はい、なんかレンジだけでできる、はい、レンジオーブンだったかな、忘れたけど、どっちかでできるグラタンっていうのがあって、うんうんうん、でじゃがいも切ります、うん、スライスして入れ、あの皿に入れる、はいはい、で上から生クリーム、生クリーム、牛乳、まあ、どっちでもいけそうだね、どっちかをバー敷き詰めて、うん、チーズ乗っけて、うん、なんかオーブンかレンジに入れて終わりみたいな。やばそうだね、それ。美味しくなかった。そうだろうね。全然美味しくなかった。なんか牛乳固まんのみたいなレベルだよね。そう、本当にな、離乳食みたいな感じだった。めっちゃめちゃなグラタン出来上がってそうなんだけど。そう、怖い怖い怖いっていうグラタンのイメージがちょっと強かったね。なるほどね、うん、小麦粉なかった。意外な事実だったわ、今のは。すごい面白い。じゃあ次いきますか。
鶏肉、卵、玉ねぎ。鶏肉、卵、玉ねぎ、あれだよあれ。どれだよ。糖質はある。あ、わかった。お、これは美味しいやつだよね。美味しいやつ。うん、わかった。お、せーの、親子丼。おーい、すごい、やったやった。久しぶりに答えがあったね。なんか最初ぶりだよ、ね、最初ぶりだ。そうだ、すごい美味しいやつだ。美味しいやつ。じゃあ次いきますか。はい、はい、次、大根、豚肉、ネギ。ネギ、大根、大根、豚肉、ネギ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 にはならないよな。大根、大根、豚肉、豚肉、ネギ、ネギ、なんだろう、大根使った料理そんなにある？大根、豚肉、ネギ、ネギ、ネギも大根もそんな使わないよね。うん、おでんでしか食べない大根ね。うん、でもなんか和っぽいよね。大根もネギも入ったら和風っぽい。もうこれからミスリードだったらどうしようね。え、マジ何も出てこない。どうしよう、待って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 、何が作れる？大根、玉ねぎ、玉、え、何でそれ、ネギか、ネギか、ネギ、ネギ、輪切りにする？大根、なんかあれだよね、出てこないわ名前、料理名。でもこれ作れそうな気がするけど。お、じゃあそれにしよう。オッケー。はい、できますよ。はい、せーの、なんか煮込むやつ。なんか煮込んだやつ。なんか煮込んだやつできそう。なん、何、肉じゃが。え、いや、肉じゃがに大根は入ってないよ。そうなの？え、入ったの？西尾家では大根が肉じゃがに入ってるの？もう肉じゃが食べた記憶がない。肉じゃがはどっちかっていうと、多分じゃがいもと人参となんか玉ねぎと、まあ糸こんにゃくみたいなとか入ってるぐらいですかね。で、さらに大根は、あ、入らないです。いない。はい、あ、ちょっと解釈違いでしたね。解釈違いですね。申し訳ない。え、ちなみに何だったんでしょう。豚しゃぶ、豚の角煮。あ、角煮好き。豚の角煮確かに入ってるわ。角煮好き、ね、いるわ。大根、白ネギとかをね、シュッて乗ってるよね、うん、いる、あ、難しい。ネギあるんだ。じゃあ最後1問ですって、最後はこちら、卵、小麦粉、砂糖。あ、これ何も、あ、な、何でも作れる。何でも作れるよ、うん、どれにする逆に。あれじゃない、なんかあれ、いやでもこれ言ったらバレそう。じゃあ丸い感じにする。あー、いいよ。 OK、 うん、 OK、 はい、せーの、ケーキ。おお、今のちょっと賭けだったの。ホットケーキって言われるか、ケーキかどっちかだなって思って。はい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 。でもどっちにしようってすごい迷ったんだけど、うん、ケーキにしてみたら当たった。当たった。いや、なんかね、私いいよって言う前はもうケーキしか見てなくて、あ、はいはいはい、で丸いやつ、あ、ホールケーキ、オッケーオッケーって思って、せーのぐらいのタイミングで、うん、あ、クッキー丸くねって思っちゃって。あ、どっちだろう。わー、すごい。あ、でもよかった、ケーキでやった。すごい。はい、ということで何問中何問だったんでしょうか。あ、9問中4問。お、これは半分ですか。まあ、もうちょっとで半分だもんね。あ、じゃあ、うん、ギリギリセーフぐらいですね。滑り込みセーフぐらい。滑り込みセーフです。スライディング、イエーイ。強引に全部ね、そっちにやっていこうというスタイルです。ポジティブシンキング、イエス。はい、ということで、はい、以上、絆で乗り越えろモルフォニカチャレンジでした。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツ、モニカラジオ、モルフォニカインフォメーション。ここからはモルフォニカやバンドリ関連情報をお届けしていきます。はい、現在ガルパではライブトライイベント、リトルローズハーモニーが開催中です。イベントと同時にロゼリアのカバー楽曲マイリアレストが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。バンドリ公式 YouTube チャンネル、バンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2021を生放送でお届けしています。そしてアニメバンドリサードシーズンを23時から地上波放送と YouTube にて同時再放送していますよ。詳しくはバンドリ公式サイトをチェックしてください。
劇場版バンドリエピソードオブロゼリア1約束が公開中です。ロゼリアの結成と約束の物語をぜひご鑑賞くださいね。8月20日公開のバンドリフィルムライブセカンドステージの前売り券が発売中です。こちらもぜひゲットしてくださいね。詳しくは劇場版公式サイトをチェック。バンドリよりパステルパレットファーストアルバムタイトルアイドルが5月19日にリリースされます。シュワリンドリーミン、キューマイフラワーなど全11曲が収録されているほか、ブルーレイ付き限定版にはパステルパレット特別公演、まんまる小山に彩りスペシャル、ライブ映像も収録されています。ぜひぜひチェックしてくださいね。月刊武士ロード6月号が好評発売中です。今月号には私たちモルフォニカとレイザー睡蓮が出演するバンドリナインスライブミソロジーの特別先行抽選シリアルが封入されています。お申し込みは5月23日いっぱいとなっておりますので、お忘れのないようにご注意ください。ぜひお近くの専門店書店でチェックしてくださいね。詳しい情報やその他の情報はバンドリ公式サイト、公式ツイッター、そしてガルパ公式ツイッターでご確認ください。以上、モルフォニカインフォメーションでした。バンドリーガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオエンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールアドレスはこちらです。こちらこちら、番組ページにフォームがありますので、そちらから送ることもできます。さらに響きラジオステーションの番組ページでは楽屋のトークを配信します。ぜひこちらも聞いてください。お願いします。今日の衝撃的事実は、おゆちゃんがクッキング部だったっていうことかな。あれ、なんか前はなかったっけ。気のせいか。気のせいやと思う。あら、うん、なんかね、いやでも料理がしたくて入ったわけじゃなくて、はい、まあ、部活何かしら入んなきゃいけなかったのよ。あ、はいはいはい。まあ、入らない選択肢もあるけど内心下がるよみたいな、うん、あ、はい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 、だから一応入らなきゃ、じゃあ一番活動日数が少ないゆるいやつじゃあこれにしようってクッキング部。そうだったんだ。なんかさ、なんか私のめちゃくちゃ勘違いだったと思うんだけど、うん、なんか理科の研究みたいなそれはね、あ、中学の時。中学の時、うん、そうそうそう。なるほどね、理科の研究からのクッキングだったわけね。そう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 。なるほど。そう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 。いやー、でもなんか意外すぎたな。おー、キング部だったのね。自分でも、あ、そうだったんだって今日思ったもん、話してあ、そういえばみたいなもうめちゃめちゃ忘れてるじゃん。そう、だからあの、あれは得意だよ。どれ？乾燥したケーキ。パウンドケーキですか？かな、シフォンケーキとか、そういうやつ。シフォンケーキ、なんだろう、ガトーショコラとかそういう系。ああ、ま、乾いたケーキなんかさ、乾いたって言ったらさ、もうさ、美味しくなさそうじゃん。うん、ブラウニーと か、 なんかそういう系。あ、そういう系、そういう系。お菓子はじゃあ作れるんだ。なんか文化祭で死ぬほど大量生産したから、うんうん、それはできる。覚えてるのね。そう、なるほど。3年間もう決まってそれをやったから。あ、そうなのね。じゃあ、 あれはできる。それは作れるんだ。うん、食べてみたいです。任せてください。お、楽しみだな。はい、ということでお時間です。ここまでのお相手はすぐたひなと西尾優香でした。おつまに。この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。